今日はズッキーニのパルマンティエ、お芋を潰します。よし、このズッキーニなんですけどね、素材をね楽しみたいのでこのまま入れます。ナツメグをほんの少しです。はい、こうやって、玉ねぎを入れてください。お肉を入れてくださいって合図です。香りのナツメグですね、これちょっと強めに。はい、皆さんこれぐらいです。先ほどのお芋とズッキーニ、粉チーズを見てください。たっぷり粉チーズはグルタミン酸、うまみを持ってますので、冷たいバターを乗っけて、これで、はい、レッツゴー、いきます。見てください、皆さんこの焼き具合いい感じですね。熱々です。ズッキーニですね、ふわふわなので絶対にこういう形残した方がいいと思います。いくらでも食べれます。